どうもシャックです。今日も無影刀続きやっていきたいと思います。無影刀の方ですけど 100% にしようと思いましてですね、今やっておるんです。多分これ全部集めたりとかすればいいのか、それともお友達を助けて二人で書いていただいてみたいな感じで言われたじゃん最後。だから多分お友達を連れて帰れば 100% なのかなと思います。なのでなんか取り逃してるかもしれない。そういえばさ、霊安室でさ、あれ、あ、これやってねえのか。はい、開きました。これなんか声がするんだよね。これ釘が打ち付けられてる。釘、これなんなんマジで。もう髪の毛なんで持ってんペンライトだけちょっと使うわ。下とかなんか覗けたりしないの。ダメか。ん、お、裏に何かある。院長の日記、素晴らしい。なんかわかんのかな。昨日斉藤さんが急死した。斉藤さん、患者さん。死因は心臓発作のようだったが、もしやと思い、先ほど斉藤さんの遺体を霊安室から運び出して虫垂炎の手術跡を開いた。しかしメスは、またメス一体どこにあるの。このままではまずい。どんだけメスなくすん。てかどこ、なんでメス、え、メス、メス野郎だな。あともうないよね。もうない。手形、あ、これさ、マガタマめちゃめちゃ持ってんのよ。使っちゃおうぜ。血染めの3つも使う。怪しい棺桶行くか。生きたまま埋葬された男の話は有名だが、明らかに何者かが入っている棺桶となるとどうだろう。どちらにしても最悪なことは同じだ。一つだけ雰囲気の違う棺桶から木のきしむような音と苦しげなうめき声が聞こえる。正体がどうあれ、中身を確認するためには蓋を開けなければならない。しかし蓋は釘で打ち付けられているようだ。釘抜きのようなものが必要だろう。どこにあるんだろう。それなんだよ。それ、解決してねえよ。解決すな。なるほど。探すか。どっかで、取りますか。これとか開かねえしな。なんかないですか。これとか、結局何なんだ。じゃあ次受付。お?濡れた新聞紙?濡れた新聞紙?これ違うのか。濡れた新聞紙、お !1980 年、昭和55年。5月25、入院中の患者及び看護師を殺害した疑いで、行方不明の山下院長、山下正弘を容疑者として捜査中。警察の調べでは、謎の多い事件、怨恨の方向で調査中だが、様々な可能性を含めて情報を集めている。年、これ以上は濡れて読めない。濡れてる!乾かせへんよな、それは。で、これ外出ちゃう。どこにいる?どこにいる?こっちのセリフや。外出ないようにしたいな。使おうか。無影刀。高。切断道具。これ見ようか。手術室の中は、すさんの一言だった。部屋全体に異臭が充満し、いつのものとも知れない血痕が手術台を中心に部屋中に飛び散ってる。しかし観察すると異臭は血よりも手術道具から強く放たれているようだ。匂いが特に強いのは手術台と、他には流し台からか。あーでもこれあれか、あのノコギリ、ノコギリ手に入っちゃうんだもんなこれ。次病室行こうか。病室なんもないっすか。明かりちゃん、この顔出てくるやつさ、ちょ怖くなかった。一番怖かったわ、いろんなやつの中から。これの続編出てるけど、怖いよな。これだって今はちょっとビクビクするもん、急に何か出て。お、何?外観?外観?あ、外観だ。外観今いらな。今俺が欲しいのはですね、あの、釘抜きです。ダメか。なんもねえな、やっぱ。さあ、次、お手洗い。なんでこう開けねえんだよ。なんで開けねえんだよ、ここよ。お化粧品のレシート?ちょっと待てや。
何ですか？コスメの薬、高石。高石っていうお店なの？それとも高石って言ってんの？マッサージクリーム500円。口紅800円。ヘチマローション。何なんだよ、これ。これがどうしたってんだ？でもあと2個だ。な、中にバケツ、な、何かバケツに入ってる。え？あれれれ？あれ？これ取り忘れてる？もしかして。お？あれ？何かのメッセージだろうか？待って、これ、実は、いけんじゃないの？あ、でも3か。え、じゃあ、これ日記は揃ってて、待って、この、なんでや。なんで開けないねん、かたくなに。地図めの日記。そっか。さっき手に入れたの3だもんな。絶対これじゃねえかよ。あぶね、使うところだった。ほんの小さな明かり。なんだ、ほんの小さな明かりって。ベッドの下とか覗くんかな？もしかしたら。下を覗け！下を覗くんだ！下を覗け！下を覗いた。子供の落書き。うわぁ！新しいのだ！新しいのが。あれ揃っちゃったよ。不気味な飛行機の上だ。でも、揃っちゃったよ、これ。ここは？あー、いっぱいあんなー。これ何なの？本物の腕かと思った。覗けへんの？ノコギリ持とう。ノコギリ持ってもダメ。髪の毛。髪の毛を持とう。髪の毛どこで使うんだよ、俺。使い道ねえぞ、これ。じゃあ、これちょっと見るか。病院に行っても個人経営であるから、組織の体質はトップに影響されやすい。几帳面な人間が管理していれば、備品は常にあるべき場所にある。逆に多少ルーズな人間がトップであれば、置きっぱなしや物忘れを増えていく。ここの委員長はどちらかというと自由な雰囲気の人間だったのだろう。部屋の隅に置かれた段ボールなどがその性格を、あー、ダメだ。多分これのこと言ってるな。これのこと言ってんな。切り落としは？人体模型の内部に何か入っている。硬いものを切断するのに適した刃物があれば、そこから取り出せるだろう。少し前に死か足の切断かを選ばせる映像が世界的ヒットを記録したが、そこではノコギリが切断の小道具として使われていた。考えただけで痛々しいが、相手が人形なら悲鳴を上げることもないんだろう。やるしかない。え？内部に何か入っている。硬いものを切断するのに。あれだな。で、これは？人体模型は倒れにくくするため中身も樹脂で詰まっているのが一般的だ。しかし、病室で拾った人体模型はどうかおかしい。軽すぎるし、中からカラカラと音がする。中身を調べてみたいが、この状況、ん？この異常な状況でリスクは犯したくない。せめて中身だけを透かして見られればいいの。いやー、一緒だ。ダメかー。いろいろ失ってるけどダメだ。必殺技を使います。指。わかるかい。何？何これ？待って、こんなわからんよ。こんなわからんよ。とうとう攻略見てしまいましたよ、俺。こんなヒント出てた？あ、でも、名刀ってあるわ。手術室の大きな照明はふらふら頼り投げに揺れている。この照明器具は名刀と呼ばれており、古くは1920年代から使われてきた。患部を明るく照らすことで手術のサポートを行う。影の立役者というべき器具だ。そんな無影灯もこの場所では錆びた音を振りまくガラクタでしかない。だが、せっかく動くのであればもっと激しく動かしてみよう。傾けたり振ったりしても面白そうだ。こんなんでもわかんねえよ。スマホを傾くとわかるかよ、こんなん。これやべえな。で、これ何？
手術で使用する方法。これ何？髪の毛と組み合わせるとか？なんでやねん。糸の代わりに髪の毛をつけた。何すんのこれで、ね。何があるんだっけ？これ、あ、そうだ、こう。ん？はい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 。縫合用の針。これ使うんじゃない？これ。縫った！え？縫ったら手のひらが開いて、机の鍵が手に入った？どういうこと？どういう仕組みなん？よっしゃ、これでしょう、絶対。なんか出てきた。あ、なんか見たことあるような。これなんだ？なんか順番あんのかな？思考、車。思考、タバコ。犬の散歩。タバコがあった。なんでや？なんでや？今忙しいねん。タバコ、車、順番とかあんの？むずすぎるわ。それとも、タバコ、車、飛行機、あと口紅とメガネ。それがダメだったら、メガネと口紅。違う。もしかしたら、に、院長さん、そういうことかな。斉藤さん。で、斉藤さんは、患者カルテ。斉藤さん、車だ。あ、もしかしてこれ、お亡くなりになった順番なのかもしれない。車。はあ、ははあ、超むず。謎解き強くなりたいから、これちょうどいいかもしれない。斉藤さん、体内にはミスはなかったことを打ち明けた。なるほど。当たりどころが悪く、千葉さんだ、お次は。千葉さんは、タバコ。タバコ合ってる。お次は、これ違うわ。目黒さんが何を探してるか尋ねてきた。押し倒して首を絞めて殺し、あー、やっぱ次目黒さん。目黒さんは、目黒さん。目黒さん。あー、香水なのか。はい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 。で、お次は、ガキと林、どちらかの腹の中に隠したかもしれない。なるほど。で、ガキ言ってるから子供だ。子供の絵。子供の落書き、飛行機だ。で、あと一個は最後、誰にした？なかった。焦って臓器を傷つけてしまった。影が死んでしまった。あれ？もしかして5ではまだあれか。林、術後の経過を良くする。林さん！林さんは？禁止。あーってことは、飛行機が最後だ。きた、そういうことなの？やば、バールだ。バールだ。バールにはいつもお世話になってるわ。これで、レオン室に戻ればいいんじゃないの？今、助けてやっかな、ほら。おい、大丈夫か？やっぱ友達だったんかい。助かった。気がついたらこの中にいたんだ。全然身動きが取れなくて。一度棺桶の窓が開いて、知らない男が覗き込んできたことだけは覚えている。早く逃げよ。誰？やばいやばいやばい。音があかん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 って。音があかんって。音があかんってば。え？そのメッセージ何？今ぞ、ここから逃げないと。離れないと。早く出してくれ。レッツゴー。こんな感じじゃないよ。誰？あー、あの人か。サイコパス院長だ。僕たちはその後、警察へ行き、あの廃病院で起きたことをすべて話した。警察はすぐに、病院内を捜索してくれた。捜査してくれた。が、不審な人物はいなかったという。だけど僕たちは確かに見た。昔あそこで何が起きたかを。あの廃病院では30年前の惨劇からずっと医者の亡霊がメスを探してさまよっている。結局メスはどこに行ったの？え？ 87%？ なぜ 100% じゃない？達成の1。異質な空気を、ん？手術室は瞬く間に影が視界を横切る。どういうこと？私はですね、100% を目指したいんです。ということで、
今から 100% 手に入れる攻略を見てしまいました。まずはなんだ、この診察室の扉の左にランダムで現れる子供の霊を目撃するっていうのがありますね。どうすればいいんだ、ポチポチ押してればいいのかな、こうポチポチ押して、あーちゃう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 ねんちゃうねんちゃうねんランダムに現れるの嫌だな。ダメか、現れないか、移動をいっぱいするとか、ダメだ、どうやって目撃すればいいんだ。あとこれをですね、あれできねえじゃん。もう一回やったからだ、ダメだ、一回あれだな、恋愛室行くか、パズル解きます。でもさ、これさ、思ったんだけどさ、助けるじゃん、早く逃げようぜってなった時にさ、何やろこのすごい、このすごいざわめき、何なんでしょうね。俺はゆっくり探索したいっすけど、現れないよね子供、これも動かねえよな。 100% にしてよ。何ずっとこういう感じ、ずっとざわざわさせるのこれ。一回これやめるとどうなんだろう。激しいままだ、ダメだ、出てこねえ。手術室でもランダムに現れるやつがいるんだよね、なんか横切ってくれない、ダメだ、騒がしいだけだ、もう出るわ、もう友達とも出るわ、バイバイ。多分何も変化ねえ。100% ってどうすりゃいいの ?87 ま室、え手術台に横たわる何か。いや、見たよ。見えるはずのない何か。いや、なんだよ、それ。動くはずのない何か。何かしか言ってない。何かって何か。俺も何かは、ね、見えるはずの何か。何か !87% ですけど何かということで、100% にはできません。もしね、100% する方法、わかる人がいたらコメントしてくれると、もしかしたら、やります。今の俺の力じゃ無理だ。攻略サイトとか見ましたけどね、なんかランダム性が多いのかな。まあ、次回、普通にこの左上にある、無影島の続編やらさせていただきます。お楽しみに。では、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、バイバイ。